ゆるっとむーちゃんです。僕今日はね、ユニバに来てるんですけども、このユニバにはですね、お一人様用の待ち列のシングルライダーがあるんですよね。で、このシングルライダーはめちゃくちゃ短い時間でね、アトラクションね、乗ることができるんですよね。だから今回ですね、シングルライダーと通常待ち列どれぐらい待ち時間が短くなるかを検証していきますね、ということで、で今回ですね、今シングルライダーやってるスパイダーマン、ジュラシックパークザライド、フライングダイナソー、マリオカート、ハリトリ、ハリーポッターのジャーニー、そしてエルモのゴーゴースケートボード、この7つのアトラクションね、全部ねシングルライダープラス通常待ち列で、ね、乗っていくんで、果たしてどれぐらいね待ち時間が差出るかね、やっていきます。で今回ですね、まあ、同時にね、まあ、スタートしてねやっていきます。で今回ですね、シングルライダー僕が乗って、通常待ち列は友達がね乗っていくんですよね。でこの2つを同時中継しながらね継承していきます。でちなみにですね、この MTV では今後ですね、ユニバのお得な情報とかユニバのお得な継承するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ねやっていきます。いつもぼっちです。はい、じゃあね、お互いにスパイダーマンからね、まずね、乗っていきます。で、通常待ち列は75分待ちで、シングルライダー現在ですね、20分待ちですよ。やば、もうすぐ行けそう、これ。ほら、隣がですね、通常待ち列ですよ。すごいな、これマジで一発で乗れるよ。うん、もう一瞬で行けるわ、これ。はい、じゃあね、もらいました。もうね、行ってきます。はい、じゃあね、雲とかね、乗れました。でも無理通りね、もう一瞬でね、乗り終えましたね。早いわ、やっぱりシングルライダーのパワーすげえな。はい、じゃあとりあえずね、まあ、スパイダーマンね、乗り終えたんで、まあ、次はまあダイナソーですね、ジュラシックパークエリアの、そこ行ってきます。そしてね、ジュラパエリアね、やってきましたよ。そして現在なんですけども、ダイナソーの通常待ち列が120分待ちで、シングルが50分ですよね。もうスイ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 って行きますよね、シングルライダーでしたら。けどダイナソーの待ち列ってずっと外なんですよね。だからめちゃくちゃ寒い。めちゃくちゃ鬼の寒さなんですよ。そして説明書はですね、普段の待ち列でしたら1時間以上ね当たり前にかかるんですけども、やっぱり一瞬でねもらうことができました。ほんまにもうスイスイスイですよね。そしてもう普通にね行けそうですよね。でもシングルライダーって例えば4席あったら1席開かないとね案内されないんですよね。だから運によったらね、まあ、時間かかるケースもあるんですよね。そしてもうね、行けそうですよね。早っ、マジで。そしてこれがですね、通常待ち列の様子ですよ。すごいな、やっぱり。それに比べたらシングルライダーってマジで一瞬で行けるんですよね。ですけど、ここからですね、席が開かないとね、案内されないですよね。だからまだね、時間がかかる可能性がね、全然ね、あるんですよね。そしてさすがね、50分待ちということもあって、なかなか前に進まないですね。ダイナソーってなかなかね、一席とかね、開けにくいんですよね。じゃあね、行ってきます。はい、じゃあダイナソーね、乗ってきました。もう相変わらずふーなりました。はい、じゃあ次はですね、このままですね、ジュラシックパークライドね、行ってきますわ。そして現在ですね、通常待ち列が30分待ちで、シングルライダーが10分待ちなんですよね。そしてジュラパエリアですね、シングルライダー専用のね、待ち列なんですよね。ここはシングルライダーしか行けないんですよ。
もう直進よ直進。嘘やん。マジで？嘘。もうライドの目の前っていうね、すごいなこれ。ほら通常待ち列はすっごい列やのに、もう僕は一瞬で乗れますよ。はい、じゃあもう一瞬ですわ。10分もかけてないわ。じゃあね、行ってきます。あー、濡れた。今もうケツが超びちょびちょなんですよね。もうこの冬にジュラパライダーもうすごいな。もう修行や修行。いやーマジですぐ乗れるな。さっきなんかね10分で帰ってたんですけども、もう3分ぐらいで乗れたよ。そのぐらい早かった。そして現在ジョーズは通常が50分待ちですよ。ですけど新竜ライダー現在ですね15分待ちですよ。これもマジですぐできる。すっげえ早いな。隣がですね通常待ち列の様子なんですけども、もうそれを横見にですね一瞬で行きますわ。すっごいな。もうチートやんこんなん。もう違反されるよゲームで言ったら。これやばいマジで。チート能力すぎるわマジで。誰もいないもう。うわすげえなこれ。いや通常ですね、僕もアトラクション企画の時は通常待ちですね並ぶようにしてるんで、新竜ライダーあんま経験ないんですよね。すごい一瞬は一瞬マジで一瞬。これすげえな。今ノンストップですよマジで。ノンストップ上手ですよ。もう一瞬でね乗る直前まで来ましたわ。うん、化け物すぎるわ新竜ライダー。やばい早すぎる。いやもう次ですわ。早すぎるわ。ノンストップできたよこれ。いややばすぎるこれ。じゃあね行ってきます。チートやんこれ。はい、じゃあね上手ね乗れました。いや上手ノンストップでした。ノンストップすぎましたこれ。結構まあ上手ってないよな。やっぱ家族とかでもグループで乗る方が多いかな。新竜ライダーの列自体もね、まあ、少なかった気がしましたね。いやこんな一瞬で乗れるもんねんなマジで。そしてこのままですね魔法界の方ね行ってきます。でこのハリーポッターエリアにあるハリーポッターのジャーニーもですね新竜ライダーなんですよね。いやこれ新竜ライダーってマジでチートですよね。ゲームとかなら絶対に赤番食らうやつですよ。そのぐらい待ち時間短縮できるってね、えげつなマジで。でも僕って結構ですね大学時代に友達同士で来た時もね結構新竜ライダー使ってたことがあったんですよね。でも隣の席はですねちょっと厳しいんですけども、運が良かったら同じね乗り物も結構ねあったんですよね。これはほんまに運なんですけども、だからまあグループで来ても、まあ、アトラクション楽しみたい方はね、まあ、シングルライダー行くのもねありかなと思いますが、特にめちゃくちゃ混んでる日でしたらねめちゃくちゃ乗れますよシングルライダーマジで。はい、じゃあね魔法界ねやってきました。いやーここでねハリーポッターもですねもう待ち時間が映画室内ことになってるんで、これでシングルライダー使ったらめっちゃ最高ですよねマジで。じゃあ早速ですねハリーポッターの禁じられた旅ね乗ってきますわ。これどのぐらいやろうな今通常待ち列。現在170分待ち。恐ろしすぎるわこれは。えぐすぎる。そして通常が170分待ちなんですけども、シングルが10分から20分で案内なんですよね。化け物すぎるわマジで。いや怖すぎるやろシングルのパワー。これだけあんねんな。シングルライダーってほとんどですねそのエクスプレスパスと同じ待ち列なんですよね。だからそのエクスプレスパスと同じぐらいのパワーがあるんですよシングルライダーって、そう考えたら有料パスも最強ですよね。グループで来てもすごい早い時間で待ち時間に乗れるんで。おお、もうここまで来たよ。早すぎるやろマジで。化け物すぎるわ。はい、じゃあねもうね説明書ねもらいました。もう一瞬よマジで。
こんだけパワーえぐってないねんな、シングルライダーって。そしてシングルライダーはシングルライダーだけのね、待ち列があるんですよね、ここも。すごいな。シングルライダー前で優遇じゃない？すげえ。早すぎるわ、ちょっと。恐ろしい。マジで一瞬や、これ。マジで。魔法の椅子は空を飛ぶよう呪文をかけてくれた。すげえ。椅子は安全だ。だが思いもよらぬ動きをする。飛んでいる間しっかり手すりを握ること、その方が身のためだぞ。マジで新竜ライダーチートすぎるわ。チートにも程があるやろ。もういけるよ。不気味に戻って旅の話を聞かせておくれ。すぎるわ。はい、じゃあ魔法界の旅からね、戻ってきましたわ。すごい早いな。で次はですね、まあワンダーランドの、まあ、エルモのゴーゴースケートボードですね。あれもね、なぜかですね、ワンダーランドで唯一ね、シングルライダーあるんですよね。なんであれだけあるのかな、めっちゃ不思議じゃない？はい、じゃあそのままワンダーランドにやってきました。はい、じゃあね、エルモのゴーゴースケートボードね、やってきましたと思ったんですけどね、現在シングルライダーやってないらしいですわ。ちょっとね、時間のロスやったんですけども、まあ、シングルライダーってやってる日とやってない日があるんですよね。で今日はですね、まあ、やってなかったですね、運悪く。まあ次はまあハリドリの前向きですよね。ハリドリの前向きね、行ってきますわ。そしてハリドリはですね、前向きだけねシングルライダーやってるんですよね。で現在はですね、前向きが110分増して、シングルライダーが70分待ちですよね。やっぱりハリドリはですね、もう元々が待ち時間長いから、やっぱシングルライダーも70分待ちとかになっちゃいますよね。ですけど圧倒的にもう進みますわ。もうマジで一瞬でいけるよこれ。すごすぎるやろマジで。もう一瞬でね、説明書ももらいましたわ。やばすぎるわこれ、ほんまに早すぎる。マジでチート急すぎだろシングルライダーって。もうね、中のとこまでやってきましたよ。しかもノンストップで。そしてさすがのハリドリですよね。前に進めたのはいいんですけども、そこからなかなかね進まないですわ。やっぱりハリドリとかって一席空くのちょっとね難しいですよね。でもまあ70分はかからないと思いますけどね、全然。足元の男性に注意してください。なんやかんや言いながらもう行きますわ。はい、じゃあね、ハリドリね、行ってきます。やっぱシングルライダーはチートですわ。はい、じゃあね、ハリドリね、乗ってきました。で70分待ちって書いてですね、もう全然そんなことなくて、もうすぐにね、行けましたわ。で、まあ、次ですね、まあ、マリオカートなんですけども、僕今回ですね、まあ、整理券取ってる時間帯が14時40分なんですよね。だからまたちょっとね、時間があるんですよね。で、まあ、その時間帯ね、ちょっとロスになるので、まあ、その時間帯引いた数をですね、ちょっと結果として出します。だからぜひね、そこら辺にですね、ご了承ください。はい、じゃあね、14時40分になったんで、マリオの世界ね、行ってきます。で、そのハリドリから、まあ、ここまでね、だいたい5分ぐらいなんで、5分ね、プラスしますわ、結果は。
いや、マリオカートもほんまに一瞬できるんじゃないかな。うん、このシングルライダーの脅威がほんまにやばいもん。マジで現時点でユニバの無料の待ち時間短縮術じゃないですかね。うん、マジで消えたよね、能力が。そしてね、マリオカートね、やってきました。で、現在の待ち時間なんですけども、通常待ち率は110分待ちで、シングルライダーが30分待ちですよ。このさ、やばない、マジで。で、これもですね、まあ、30分待ちで書いてるんですけども、もんの一瞬ですよ、これやべえな、ほんまに。はい、じゃあマリオカートね、このまま行ってきますわ。で、普段の通常待ち率でしたら、まあ、右側にね、案内されるんですけども、このね、シングルライダーでしたら左側にね、案内されるんですよね。うん、いや、ここも普段行かないわ、ほんまに。え、あ、そうなんや、これあのマリオカートって、説明の部屋があるんですけども、説明の部屋通らずにね、来るんや。だから初めてね、マリオカート来る方は、まあ、説明の部屋入らずにね、行くことになるから、ある程度知ってるかもしれないですね。うん、マリオカートのアトラクションの、だからもしかしたら初めて行ってシングルライダーやったらね、ちょっと遊び方わからない可能性があると思いますわ。これに関したら早く行けるけどって感じですよね。うん、やばいわ、このマリオカートももう一瞬や。すごいな、シングルライダーのパワーえげつないと、ほんまに。はい、じゃあね、いよいよですよ。じゃあね、マリオカートね、行ってきます。マジでチート級。はい、じゃあね、マリオカートもね、終わりました。で、まあ、11時くらいから始まったって考えたら、もうね、4時間以内でね、乗れることができましたね、シングルライダー。うわ、めっちゃ早い、もうチートや、これは。で、今日の閉園時間が20時なんで、時間的にあともう一周できますからね、シングルライダー使ったら。えげつないわ、この待ち時間やったら永遠にループできるよ、シングルライダーループできるね。うん、流行語大賞狙えるよね、シングルライダーループ。で、現在の通常待ち列の様子はですね、こんな感じです。はい、じゃあね、検証ね、終わりました。で、シングルライダーで乗った場合ですね、なんとね、4時間以内でね、乗れました。ですけど、通常待ち列の場合にね、9時間以上ねかかったんですよね。で、大体差はもう4時間超、てかほとんど5時間ですよね。これぐらいの差がね、あるんですよね。で、シングルライダーってお一人様用の待ち列なんですけども、僕昔ね、その友達同士で来た時ね、まあ、アトラクション乗りたかった時にね、まあ、シングルライダー使ってたんですよね。で、シングルライダーはもしかしたら同じライド乗れない可能性があると思うんですけども、よりね、アトラクションね、乗れるんですよね。だから、まあ、これから行く方はですね、またシングルライダー乗るのもね、ありかなと思いますね。これぐらいさ、あれってえげつないんですよ。もう5時間でね、他のこといっぱいできますからね。うん、マジでおすすめです。まあ、僕はですね、まあ、常に一人で来てるんで、まあ、常にシングルライダーですけどね。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げると思うので、ちゃんとグダが通知ボタンも押せるだけで、バーイ。